県内の自治体のトップが相次いで新型コロナウイルスに感染していますきょう新たに、理府町の熊谷豊町長の感染が明らかになりました理府町によりますと、熊谷町長は今月18日に役場内で24日に感染が判明した仙台市の40代の団体職員と接触があったことからきのう PCR 検査を受け、きょう陽性が判明しました。これまでに 発熱や咳などの症状はなく来月5日まで療養する予定です熊谷町長は18日以降20日まで通常通り公務を行っていましたが21日から23日までは休日24日から26日までは自宅で公務を行っていたため他者との接触はないとしています当面の間職務代理は置かずに電話やメールを用いて公務を行い 運営に支障が生じないよう対応したいとしています。